皆様こんばんにゃということでね、前回前々回の動画でファンタジールオンラインというゲームに関してのね、サービス終了 X デーうんぬんという動画を2本、お聞きいただいたと思うんですが、まあ、動画をお聞きいただくっていうのもね、まあラジオ風なんでね、これまあ実質的な音声を聞いていただくということでしょうか。っていうその2本の動画を投稿したのを受けてね、今回ちょっと拡張編というかね、応用編ということで動画の題名もちょっと変えまして、ゲーム人生論ということで、このファンタジーライフオンラインってのはゲームなわけですね。でこれ全般のみならずね、人生そのものについてもまあ応用できるんじゃないかなというお話で、ちょっとまあ本当人生論ですよね、についてのお話になります。でこれね、あのサービス終了 X デーっていうのはね、まあ、重いですね、うん、ただね、これもやはりね、このスマートフォンゲームもしくはね、そのオンラインオフラインのゲーム同様ね、我々の人生ってものもね、これはもう無限ではないですね。今までね、その人類っていうのがね、一体何人生まれてきたのか私正確に分かりませんっていうか、まあ大雑把にすら分かりませんがね、まあ、ものすごい人数が今まで生まれてきたわけですよ。で例えばね、まあ分かりやすく言って200年前に生まれた方今いるでしょうか。誰一人いませんね。でもっと別の切り口で言うと、まあ、古代例えば中国でもね、どこでもいいんだけど、まあ、どっかの帝国のね、もう絶対的な権限、もう本当もう神様、もう何て言えばいいですかっていうような存在の絶対的な力を持ったような、人であったとしてもね、じゃあ今そういう力を行使して今じゃあ生きながらえているかって言ったら、まあこれは重い話ではあるんだけど、誰一人としていませんね。うん、っていうことなんで、早い話が、我々人間もね、まあ当たり前なんだけど、サービス終了 X デーっていう柔らかい表現をしますがね、そういう日は来るわけですよ。おそらくですよ。何かね、こう革命的なこう科学技術のね、何か生命科学とかのね、技術の進歩があって、何かそこにもしかしたら変化が来るのかもしれないけれども、そういうね、なんかもう、今の時代では想像がつかないようなことでも起きない限りはね、少なくともこの数千年、数万年はね、まあ人間に限らないですね。もう命というものはいつかサービス終了 X では来るわけですよ。例外なく、漏れなくね。というところで、先日のね、そのファンタジーライフオンラインについて語った中で、まあちょっと触れてなかった内容をまず触れたいんだけど、じゃあファンタジーライフオンラインっていうのがね、その Google 検索したらサービス終了なんてことが関連キーワードで出てきてね、まあ早い話がちょっと危ないんじゃないかというところで、一つの考え方として、じゃあもうそろそろ終わりそうだから早めにやめちゃおうかという選択をなさる方ってのは結構な数ね、これは重い話なんだけどいるんじゃないかと思いますよ。で何よりね、私自身がね、仮にこのゲームが、まあ仮にですよ、1週間後に終わるっていうふうなことが確定してたら、多分今この瞬間多分もうやらないと思うんですよ。でもね、実際は私はこの FLO っていうゲームに関してもね、続けてますよっていうことはあります。でこの今言った話を、そのゲーム、一つのゲーム作品についての話にとどめることなくですね、もう人生にまで拡張してしまってね、じゃあ人生ってものがね、先ほどご説明した通り、おそらく、人生にも X デーが来るはずです。あなたにも私にもみんなに、王様であろうが、神様であろうが、違うな、どっかのね帝国の王様であろうが、もう今いないということを踏まえますとね、我々はね、おそらく、まあいつの日か X デーを迎えるであろうということは明らかなんです。ただそれがいつなのかっていうのは人によって違いますけどね。っていうところで、じゃあどうしましょうかという話になっていますよね。で私はまあこれいろんな考え方ありますよ。生きて、まあすごく大雑把に言って、まあ100年程度っていうことになったら、じゃあ別にね、終わりが見えてるんだったらもうやめちゃってもいいんじゃないかという考え方をする人は一定の数世の中にいるようですね。これはあまり正確な表現をあえて日本的にぼかしてますけど、そういう選択なさる方いますね。うん、でこれね、わからないではないですね。うん、わからないではない、そういう気持ちになることはわかります。ただ
私自身は今までのそのまあ一応5歳の猫ということではあるんですが、自分のね今まで生きた人生振り返ってみて、まあ一度のね人生なんだから、まあ神様だかなんですよね、こう人間の命ってものを司る何か、この人間の力を超えた何かからね、君もうそろそろいいよ、卒業していいよって言われるまではね、私は生きてやろうかなと思ってますね。っていうことなんで、これは何だね、私自身の考えをこう押し付けるものではないんだけど、まあ生きて100年なんだったら、じゃあ生きてみようじゃないのと、多少はね、そのまあこの動画をご覧になっている方の多くは、おそらくファンタジーライフオンラインつながりでこの動画見てくださっていると予想して、まあ分かりやすい例として挙げるならば、その葉っぱイベント的な、まあ、苦しいことありますよ。リアルライフ、人生ではありますよ。過去にもあった、今だってあります。じゃあそういうものがあるから、もしくはね、人生というものがね、近い将来、まあおそらく数十年後に終わりを迎える可能性が非常に高い、じゃあもう投げ捨てていいのかということを考えた時に、過去に多少ね、まあ悩むこと、考えることっていうのはないわけではなかったけど、今ね、改めて考えてみてね、やっぱり私はね、まあ全うしたいなっていうのは本当に思いますよ。もったい、なんていうか、もったいないなと思うね。以前ね、この評論シリーズ、語り系の動画でね、ゲーム人生の引退待った新法則発見編だったかな、もしくはね、その他から辺の万物応用編だったかな、ちょっとどの動画で語ったかはわからないんだけど、こういうね、人生論的な動画っていうのがね、その動画概要欄にリンク貼ってあると思うんで、興味ある方は聞いてもらえればと思うんですが、キーワードはね、もったいないなって感じなんですよね。せっかくだったら楽しんだ方が得なんじゃないかなって私なんか思うんですよ。それは何でしょう、日常生活が全てが万々歳ってわけでは全然ないです。うん、納得いかないこと、腹立たしいことはあります。でもね、そういうものを踏まえてもうなおね、なんかそういう権利を投げ捨ててしまうのは私なんかもったいないなと思うんですよね。っていうことなんで、まあちょっとあまりにも長くなってもあれなんで、まとめますとね、人生というものにはね、いつか X デーはサービス終了、まあこれゲーム的に表現してるんだけど、来ますよ、おそらく。ただだからといって、じゃあサービス終了って決まってるからもう投げ捨てていいのかというふうに考えた時に、投げ捨てるべきではないとかではなく、投げ捨てるのもったいないんじゃないかなって私なんか思うんで、この辺のね、発想ってものをね、どうかね、まあ我々が楽しんでいるそのまあオンラインゲームをやるかやらないかに関してもね、判断材料参考にしてもらえれば、こちらとしてはすごくね、ああ動画作ってよかったなと思うしね、今言った内容っていうのはそのままね、我々の現実生活、人生ですよね、に関しても同じ原理を当てはめていいんじゃないかなということをお伝えして、今回の動画ね、まあ一連のシリーズ、まあ3本かな、サービス終了 X デー、これは人生に関して言うとね、もう漢字一文字であれなんですけどね、これ言いませんよ、重いんでね、うん、っていうものは来るんだけども、むしろ来るからこそね、その一度きりのね、トントンって肩叩かれるまではね、全うしようやないの、ゲームに関しても人生に関してもということをお伝えして、それでは皆さん、良いファンタジーライフ、そして良いリアルライフをお過ごしください。にゃんにゃん。